それでは両選手のプロフィールここでご覧いただきましょう。まずこの番組はすっかりおなじみになりましたチャンピオンのナジーム・ハメドです。中東のイエメン出身の両親を持ち、イギリスのシェフィールドに生まれました。年齢は23歳です。92年にプロデビューした後、これまでのボクシングの常識を破るような奇抜なスタイルで KO 勝ちを続け、一躍スターになりました。95年、スティーブ・ロビンソンを8ラウンド TKO に下し、WBO 世界フェザー級のタイトルを獲得。今年2月には IBF 王者トム・ジョンソンとの統一戦を戦いまして、8ラウンド TKO 勝ちでダブルタイトルを取りましたが、IBF の方は返上しています。派手な言動とクールなボクシングは今や世界中の注目の的となっています。今日は地元では初めての世界戦ということですが、どんな試合を見せてくれるんでしょうか。ここまでの戦績は27戦全勝、このうち25試合が KO 勝ちとなっています。挑戦者はランキング1位のホセ・バディージョです。プエルトリコのアグアディシャ出身の27歳。90年にプロデビューしています。92年にラモン・クルスを7ラウンド TKO に破り、国内チャンピオンになった後、アメリカやメキシコで練習を続け、世界ランキングに入ってきました。95年には当時の IBF の王者トム・ジョンソンに挑戦し、11ラウンドで2度のダウンを奪いましたが、判定で敗れタイトル獲得を逃しています。敗戦はこの試合だけです。これまでダウンの経験がなく、タフでパンチ力のある実力者、ハメド相手にどんな試合をするのか楽しみです。戦績は21戦20勝1敗、20勝のうち15の KO 勝ちがあります。はい、今日の挑戦者はランキング1位ということもありますが、かなり小泉さん良い相手のようですね。まあ唯一の1敗はトム・ジョンソンの IBF タイトルに挑戦したこの判定負けなんです、ね、ただし11ラウンドにトム・ジョンソン2度ダウンさせてるんですね、はい、これは浜田さん、はい、楽しみですが、どの辺をポイントにこの試合は、まあ、相当な強敵ですね。それで、ダウンがないというふうに聞くんで、このダウンのない相手をノックアウトできるかどうか楽しみですけどね。まあ、ちょっと心配もあるんですね。あ、そうですか、はいはい。私は先ほどですね、誰が倒してくれるのか期待が高まるというようなことを言いましたが、私決して嫌いではないですので、そういう見方もあるということですので、間違いありませんように。さあ、それでは早速ご覧いただきたいと思います。ナジーム・ハメドとホセ・バディージョが対戦します。 WBO 世界フェザー級のタイトルマッチで、この試合は10月の11日ハメドの地元イギリスのシェフィールドで行われました。WBO 世界フェザー級タイトルマッチ、チャンピオンナジーム・ハメド対ランキング1位ホセ・バディージョの一戦です。この番組の冒頭でもご覧いただきました、この映像、ナジーム・ハメドの登場です。このイギリスシェフィールドの出身、ホームタウンとしていますけれども、ここシェフィールドで試合を行うというのはなんと初めてということになります。ナジーム・ハメド、まあ、タイトルをかけて試合するのは初めてですね。まあ、凱旋という形ですけれども、なぜと聞かれました、このポジション A のところから登場してまいります、ナジーム・ハメド。イエメンからの移民2世ということになります。ナジーム・ハメド23歳、27戦全勝 25KO です。浜田さん、見れば見るほどだんだん派手になってきますね、登場の仕方が。まあ、練習はしないで、その登場の仕方を練習してるのかなと思うぐらいですね。やってるかもしれませんね。全くその試合に対する緊張感というのはないんでしょうかね。ただですね、ハメドに関してはそれが試合に臨む時の緊張感を高める、闘争心を高めるやり方じゃないかなというふうに思いますね。このパフォーマンスからだんだん自分のこう気分を高揚させてテンションを上げていくんでしょうね。それで、リングに、まあ、1回転して、その時に体勢を万全にするという状態じゃないですかね、はい。このシェフィールドアリーナ1万3000人のキャパと聞きますが、もうすでに完売状態、ご覧のようにお客さんもその通り満杯状態になっています。まあ、試合見るのもお客さんの楽しみなんでしょうけど、入場を見るのも楽しみで来てるような感じもある、あるかもしれませんね。確かにまだリングサイドで到達しておりません。あ、大きな会場です。まあ、科学的なことを言いますと、はい、ウォーミングアップに対する考え方が一時代前とボクシングにおいては違うんですよね。
昔は疲れると損だということなんです、ね、スタミナ心配ありましたね、やっぱり15回戦でしたし、それ必要最低限のウォーミングアップ、それから序盤戦は相手の睨み合い、その相手の探り合いで、ね、そこで体を温めている、そういう試合展開があったんですね。僕は、まあ、マイク・タイソンのように、もう控え室で汗びっしょりかく一つの方法、はい、だからハーメントにとってはこの踊りながら、まあ、私から見るとふざけながらなんですけれど、そういうのもですね、ウォーミングアップになるんですよね。そのウォーミングアップを行いながらゆっくりとリングに近づいていきます。そしてましてそれがファンに受けるということですね。そうですね、受け本人は乗りますよね、まあ、音楽に乗せて体を動かすっていうのは、ね、リズム作りとしてはいいものはあるんですよね。まもなくリングに到着します。この試合6日前になりまして、対戦相手が変更になりました。この1位のホセ・バディージョに相手が変わったわけですけれども、まあそういったことは全く関係のないような、そういった落ち着きぶり、いつもの入場の仕方です。いや事実それはあったんですよね、あのヘクター・レレーナだったんですよ、はい、ただですね、その6日前によく1位のバディジョがですね、その挑戦するかって言って受けたなと思うんですよね。ありますよね、1位の選手っていうのはですね、チャンピオンを虎視眈々と狙って、十分期間取ってですね、相手研究して戦ってきますね、はいはい、もう6日前にやらないかと。でもそこはやはりピンチヒッター兼1位ということでファイトマネー弾んだんでしょうね。まあ確かにこの相手がナジーム・ハメドでしたら大きなね、自分のプラスにもなりますからね。これはそれとやっぱりあのいつでも試合できるようなトレーニングをやっていたからだと思いますよ。ああなるほど、はい、まあ、裏話もありましてね、この相手変更の時に、なんと声をかけたのはですね、そのルイスと小泉がその戦おうとしているカルロス・リオス、その WBC タイトルのなしこのハメドとそのファイトマネーは倍ですよね、やらないか。ところがそのカルロス・リオスは自分はもう WBC1 位だし、そのルイスとの試合契約してるから、はい、ハメドとは戦えないと。随分荒っぽいことやるんですね。だからそこがまあやはりそのハメドの人気と、はい、その挑戦者にも高いファイトマネー出せるっていうところから来てるんですよね。確かに浜田さん、このいっぱいの会場を見ますと、それはね、分かりますね。実際にお客さんが足を運んでくるわけですからね、これは WBO ルールですね、はい、スタンディングカウントはないんですね、はい、それでスリーナックダウンルール、採用してるんですね、はい、これは WBO というのは WBA から派生した団体ですから、基本的には WBA ルールと同じなんですね。はい、in association with ART, The Sun and McCarthy Corporation present 12 rounds of boxing for the WBO Featherweight Championship of the World. This bout is sanctioned by the British Boxing Board of Control, President and Steward in Charge, Mr. Leonard Nipper Reed, and the World Boxing Organization, President Francisco Barcarcel, WBO Supervisor at ringside, Luis Perez. The timekeeper assigned is Colin Roberts. The three judges scoring this bout on a 10-point must system will be Stuart Winston, Victor Salomon, and Larry Hazard Jr. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Mike Ortega. And now, ladies and gentlemen, with the thousands in attendance, and the millions watching around the world. From the Steel City, Sheffield, England, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner, wearing the black and silver colors, his weight, 8 stone 13 pounds. His professional record stands at an excellent 20 victories, including 15 knockouts,
with only one defeat. Ladies and gentlemen, please welcome to the ring from Aguadilla, Puerto Rico, the number one ranked WBO featherweight in the world, José Badillo. バディージョの左側にいたのがですね、リカルド・マルドナドマネージャーですね。まあ、リカルド・マルドナドって皆さんご存知のマルコ・アントニオ・バレラのマネージャーでもあるんですね。メキシカンです。だからプエルトリコの選手に投資して自分マネージャーになるというのはやはりこの選手、いい選手と踏んでるんですね。あー、なるほどね。And he is considered by many to be pound for pound one of the best fighters in the world today. Ladies and gentlemen, presenting the pride of the Steel City, Sheffield, England, here is the undefeated WBO featherweight champion of the world, Prince Nazim Hamed!大歓声です。 WBO 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦、ナジー・ムハメド、タイトル8度目の防衛戦になります。相手はランキング1位のホセ・バディージョ。地元シェフィールドでの試合になります。この試合をさばきますレフリーはマイク・オルテガ。まあ、地元でもありますし、そのまあ凱旋試合ですよね。よく入ってますね。本当に入ってますね。まだリラックスしています。ちょっと緊張の面持ちか。ランキング1位のホセ・バディージョ挑戦者、まもなくゴングが鳴ります。 WBO 世界フェザー級のタイトルマッチ試合が始まります。両者ともサウスポースタイル、右のいいパンチ、腹っ端に当てます。ナジーム・ハメド、また右、初っ端から右を出していきます。ナジーム・ハメド、ライフノーガード状態になっています。お客さんが煽る声、それに乗っていきます。ナジーム・ハメド、完全にお客さんが後ろに味方についています。プエルトリコのバディージョもっとやりづらいでしょう。アモさん、よくこう振り返りに出してきますね、立ち上がり。ハメドね、結構成功法っていうのはあんまりやらないですけどね、まずはサウスポー同士っていうのもあると思いますよ。サウスポー同士で、右が当たりやすいっていうのがあるはずですね。右を突き出します。相手の目の前に右の拳を突き出していきました。一応猫魂というようなフェイントなんでしょうけども、また入ります。あそこだめですよ、ね、相手のパンチが返ってくる前に返してしまいます。まあ要するにヒットアンダーウェイ、打っては離れます。相手はちょっとついてこれません。これはグローブでバーリングします。当たりません。逃げます。逃げるというよりもかわします。このトリッキーな動き、この辺がここまでの人気を支えています。逆にそれが嫌いだという人多いと思いますね。でもこんな人でもやっぱり見たくなってしまう選手です。まあやっぱり引きつけるものがあるんでしょうね。右当てました。ついにこのやり方で誰も倒しきれてないんですかね、はい、一体ね、ここまで来てしまうと成功していることになります。左当てようとしたんですが、バディージョ追いしません。実力が認めなきゃいかんですね、はい、前回のファン・カブレラ戦から3ヶ月経っています。ナジーム・ハメド、前回は2ラウンド TKO 勝ち。挑戦者のバディージョはこれまでプロではダウンの経験がありません。自信を持ってのこの挑戦、その自信もあって6日前に対戦が決まったのをそれを受けました。4日前にこのイングランド入りしています。英国入りしています。バディージョも突き合おうかというようなそんな素振り、さあ見せますと右当たられました。体をかわしながら右を入れてきます。ハメド、
なので浜さん、こう猛牛が突進してくるのをラッとかわすね、闘牛士のような感じがあります。本当に柔らかいですね。体操選手みたいなところがありますよ。本当にそうですね。1ラウンド終了です。まあ1ラウンド目いいジャブ出してましたね。まあ今日相手がサウスポーでもありますし、その右のジャブ対応してもらって、まああれが有効だったですね。10対9、ハメドで。その辺が出てきますでしょうか。あのスナップの効いたいいジャブですね。このまた表情がね、全てのパンチにこの表情がついてきます。これ下向いてるんでしょうか、目をつぶってるんでしょうか。いや、目はあのつぶってることないですよ。まつげが長いんですよね、この人ね。つぶったら見えないですからね。まあ、例えば足を見てても相手の動きを分かるというやり方ですね。今あの最初の試合で言ったようなその左フックがですね、後頭部に当たりそうになりましたね。ああいうケースあるんですよ。だけどあれが当たって、もしそのハメドが倒れて失神してたら、あれバリージョンにノックアウトかって言ったらそうじゃないんですよ。やっぱり後頭部打つのは反則ですよね。反則は反則です。厳然たるものですよね。注目の一戦、第2試合になりました。第2ラウンドになりました。これが28戦目になります。ナジーム・ハメド、今度はマシンガンのようについていきます。依然としてフリッカージャブ、鋭い右を出していきます。ナジーム・ハメド、かなり体を動かしてきます。このラウンドはダブル、トリプルのジャブを出してますね。右に回してきました。今度は出すところにとどまっていません。出した後必ずどちらか左右あるいは後ろ体を動かしています。まあ、変則のように見えるかもしれませんけど、打ち終わったらその頭の位置を変える、ポジションを変えるっていう意味ではですね、ハメドは割とそういうセオリーには忠実なんですね。スウェーバックと言いましょうか、体を半身にしまして相手のパンチを避けます。スルーするという感じです。相手をいなしてしまいます。すかしてしまいます。スルーと避けますもんねこの辺が持ち味です。真骨頂ナジーム・ハメド、1ラウンドからいつもの自分のボクシングを展開しています。浜さん、バディージョの方から見ますと、バディージョはどんな感じを受けてるでしょうね、立ち上がり。まずハメドのパンチがどこから出てくるか分からないっていう警戒心が強いですね。ただこのバディージョ、やっぱりボクシングしっかりしてますよ。どの辺からそれを伺いますか。まずフォームがしっかりしてますよね。それでハメドの動きに対しても惑わされないような、神経は使ってますね。あ、そうですか。はい、ただスピード負けはしてますね。なるほどね。20勝1敗です。その1敗がトム・ジョンソンに敗れたものです。お伏せバディージョ、そのトム・ジョンソンも大苦戦、勝つには勝ちましたが大苦戦でした。右ダブルで当てていきます。相手のガードの間、うまく突いていきます。いろいろなフェイントをかけています、ナジム・ハメド。まあ、トム・ジョンソン長くタイトル防衛しましたけどね、後半はちょっとかなり苦戦した防衛戦がありました ね、だから一つの見方は、ハメドは確かにトム・ジョンソンに勝ったんだけれど、これジョンソンは前世紀のジョンソンじゃないと。もうそのかなり実力を落ちてきた時のジョンソンだから評価するに足らずっていう声もあるんですよね。2月にそのトム・ジョンソンとはハメドが戦いました。一方バディージョは95年の12月に戦っています。第2ラウンドを終えました。まあ、このラウンドもハメドのジャブが冴えましたね。あのジャブが有効でした。10対9ハメドです。ご覧のように巨大なスタジアムです。シェフィールドアリーナ、1万3000人の収容能力があります。まあ、日本でも辰吉丈一郎選手非常に人気ありますけど、まあ、ハメドの場合はですね、相手が誰でもですね、もう前になる、はい、だからみんなハメド見たさにお客さん集まるんで、だからプロモーター興行者としてはその興行が楽ですよねそうでしょうね。確かに浜田さん、はい、これまで対戦相手がどの対戦相手でもいっぱいになってましたからね、会場はね。まあ、これは本当に実力の
高いではありますけど、人気は、ね、申し分ないでしょうね、あのプロモーターが来ると。第3ラウンドに入ります。 WBO 世界フェザー級のタイトルマッチ12回戦。この辺りからかなり強引に詰めていきます。強引というかかなり積極的に前に詰めていきます。お互いに飛び込んでいきました。ハディール、バディージのパンチは届きません。ちょっとバディージの右の方のあたり傷がついています。バディージは突破口を見出しますか。いいジャブですね、入ってくるところまた右を使います。立ってはいません。届きません。非常にこのナジムハメドは表情豊かです。もちろん動きも豊かなんですけれども、ですからテレビ向きということになります。人気が出るわけです。このラウンドはちょっと趣変わりましたね。ちょっと攻めに転じてますね。はい、この辺りは距離の取り合いだけです。突っかかっていきますが、これはいなします。右のアッパー、どっから飛んでくるか分からない感じなんで、相手からすると本当に気を緩められないですよ。バディでは右のショートを打ち込もうとしました。飛び込み方早いですね。早いですね。やりました。左を返します。バランスが崩れたところ、左を持っていきます。自分のバランスが崩れてもパンチ出しますからね。だからこれ崩れたというのが言えないのかもしれませんね、うん、どんなバランスからでも飛び込みますからね、あー、飛び切り、今度はショートで持ってきました。かなり強い右で、普通基本からどんどん伸び上がるパンチというのは危ないんですけどね、ハメドの場合はですね、右のアッパーですね、前に出てるその右手でそのアッパーで伸び上がるようにして打ってくるんですね。で当たるときは自分の顎も上がってるんですけど、これが必殺のパンチなんですね。右に入ります。かなりこのラウンドプレッシャーをかけています、ハメド。確かに下から来るパンチというのは確かに見えにくいですよ。おっと当たりません。ゴングです。バディージョの右の方、ちょっと腫れが目立ちます ね、 あ、そうですね。右だけじゃないですね。だんだんパンチ食ってきたということは言えますね。口の左の方のあたりもちょっと赤くなっています。まあ、このラウンドもハメドの右のパンチ冴えましたね、はい、今日は右をよく出してますね、はい、バディージョはですね、日本の三郷ジムのですね、平原直也選手、はい、彼は、ロサンゼルスに遠征してるんですけど、彼をスパリングパートナーとして伴ってるのがイギリスからですよね。平原選手もだから会場のどっかで見てるんだと思います。あ、そうなんでしょうね、はい、どんな思いでこれしかし見てるんでしょうね。修行中の身にはどう映るんでしょうか。平原選手はメキシコ、ロサンゼルスで連続KO勝ちしてますからね、どんな良き方でもするんですね。のれんを打ってるというか空気を打ってるような感じさえするかもしれません。もっと格下の相手だったらましてくるでしょうね。まあ、そうですね。全然パンチは当たらずに敗れてしまうこともあるかもしれません。しかしランキング1位です。しっかりしています。ホセバディージョ、バディージョは何をしようとしてますか。バナさん、まあ、まず当てようとしてますよね。当てようとして、当てようとはしてるのと、あとは釣っちゃいけないという、ことですね。それで実際にハメドと対して構えてみると、あまりにも相手の動きがゆっくりになった急にスピードが出たり、この変幻自在にどうにもならないという状態がありますね。チェンジオブペースとか緩急とか言いますけど、緩急自在ですね、これだけの緩急ってなかなかつかないんですよね。
それはバディーがパンチを出さないからなんですよ。だからハメドはマイペース、自分のリズムでそのやってるわけですね。ハメドを攻略するときに攻めた方がいいか、あるいは待ってですね、その後半に試合も打ってハメド疲れたときに攻めるのがいいかと、はい、その二通りあるんですけどね。おー、ついていきます、ついていきます、飛びながらついていきます。飛びながら今、右左ついてましたね。基本にはないんですね。宙に飛んでましたからね。まあ、フロイド・パタトンがですね、インゲマール・ヨハンソンを倒した時に飛び上がって左フックで乗ったという、バゼルパンチ、カモシカパン、アメリカカモシカのパンチ、あの谷から谷飛び渡る、ピョンピョンね、あれがガゼオンっていうので、まあ、その飛び上がるパンチ、一種のジョルトブローを体ごとぶつけるパンチなんですけどね、ハメドの場合はそれが当たるんですよね、スピードがあるのと、やっぱり足腰が強いんでしょうね。やっぱりハメドはスピードが珍重なんでしょうね。スピード、そして体が柔らかいですね。あ、柔らかくしっかりありますね。普通だったら避けられないパンチも90度、おお、さっき体を倒して避けますからね。そしたら普通はバランス崩してしまうんですけど、その体勢からでも飛びにかかりますから、ね、距離が近づいたところで左をいきなり持っていきました。長いこれも右のブローです。下の方からぐーっと伸びていく感じがあります。ナジム・ハメド、オセバディージョ、ここまではいいところを見せることができません。また、あれが得意の右アッパーですね。まあ、レイザーラード君のスマッシュみたいなもんですよ、はい、あの右アッパーなんで距離が決まってないわけですね、短い距離でも遠い距離でも打てるんですね。左返してきました。ついに左でしょ。クリンチです。ここに逃げます。あ、そしてゴングが鳴りました。マイク・オルトガーレフリーが入ったところでゴングが鳴っています。第4ラウンド終了です。気持ち悪いですね。終わって目つきは相手からするとですよ。いいですよ、別に。私もさっきやりましたけどね、自分で。これしかしやっぱよく攻撃しのいでるんですけど、かなり押されてます。ただこのラウンドは右のパンチが有効だったので、まあサウスポー同士の対戦では右のパンチのいい、前へ出てる右手の方いい方が勝つっていう一つのまあことわざがあるんですけどね、まあそれは例外ももちろんあるんですけれど、今日の場合ハメドはその右を非常によく出してますね。終始リラックスした表情を見せています、ナジーム・ハメド。第5ラウンドに入りました。 WBO 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦です。これがハメドにとっては8度目の防衛戦。一旦は手に入れました IBF のベルト。これは返上してます。あ、スノーマインだね。どうもお二人はあんまり好きではないよ。いや、そんなことはないんですよ。公平に解説するんですから。右をぐるぐる回して突っかかってきました。こういうシーンね、たまに見ることがあります。ただ見てるお客さんは面白いと思いますね。まあ、これでこういったボクシングでいつも負けてるばっかりだと、まあ面白いだけでいいでしょうけどね。これが強いんですからね。そうですね。最後ノックアウトしますからね。27戦全勝 25KO。 これでね、負けてばっかりいましたらそれこそピエロですけれども、これは掴むなということですか。ちょっとクリンチでその、はい、ブレーキかかったんですね、レフリーが。逃げてます。踊るような感じになってきました。すごい感じになってきます。完全に飲んでしまいました、ハメド。ちゃっちゃっちゃですね。身をついていくんですが、もうバックハンドになろうが何も関係ないという感じで、ついていきます。動きのスピードに相手翻弄されてますね。右当たりません。しかし随分脅威になってるでしょう。さあ、ワディージョもこれに対抗しようとするんですが、いや、カッカ来てるんですね。カッカは来ますけど、この具が止まらんことになるんですね。完全に乗せられてしまいます。
もうパンチを打ってないときは引いて挑発するような態度を取ります。ナジムハメド、十分あの表情が有効です。オレゴングです。あれ時計の針はちょっとおかしかったですけども、第5ラウンド終了です。いやちょっとだけ見ましょう、非常におかしかったんじゃないですかね。というかあの数字がおかしかったですね。58で59分になりましたね今ね、はい、まあ深く旋回タックしてもしょうがないですけど、今足んなかったんですか。じゃあだから2分でなったんじゃないですかね。単に時計の間違いじゃないでしょうかね。まあ後でちょっと確認してみましょう。第5ラウンド終了しています。いやまあ、あの試合に集中してましたからね、はい、ただこのラウンドマーメダリがその非常に好きらしいんですね。このハメドのこと、自分よりその偉大な僕はあのマーメダリしかいない、そんな褒めてるんですか。だからそれは自分を結局どうですか、高めてるって言いますかね、今それほど偉大だっていうふうに豪語してるんですけれど、そのやはりあのアリが好きなだけあってですね、アリのスタイルで速いリズムで、アリはアリシャッフルっていうのをやりましたね。だから今のはチャチャチャのリズムですね。もうポイントは10対9ですね。もちろんハメドです、はい、第6ラウンドです。 WBO 世界フェザー級のタイトルマッチ12回戦です。なんとか突破口を見出したいホセ・バディージョ。まずはそれには当てることです。ミルショート当たったかい、ちょっとふらついてきましたかバディージョ。今のメディアパンも怖いですね。怖いですね。当たってはいませんけども、また行きます。十分相手の恐怖を与えています。体全体のバネ使って打ってますからね、当たれば一発で当たりますね。レフリーのマイク・オルテカさんが避けるの大変みたいですね。縄渡りのようにレフリーが避けてます。思わぬところに帰ってくるからでしょう。左のストレートも当たってません。ブロックはしてるんですけど随分押されます。だからあの浜田さんが言われましたけど、はい、その右のアッパーがですね結構広角打法なんですね、はい、相手が離れてたらもうそのストレートみたいに伸びます、相手が接近しているところですね、もう90度に近い角度で右アッパー突き上げるわけですよね。だからもう相手とのその距離次第でその右アッパーあの自分の武器ですね、必殺の武器に当てまくるわけですよね。引っかかってきます。まあ浜田さん、まあ、バディードのような体勢にもなろうかというもんですよね。使っていってはいなされてバランスを崩してしまいます。相手の動きが速すぎるんで、右当たったか。だからですね、あのハメドとやる場合は、はい、見てしまうとそうなってしまうんですよ、見てしまうと自分の動きが止まってしまうんですね、見るばっかりで。もっともっといかなきゃいけないんですね。そうなんですね。だからいかなければいけないんですが、相手のパンチをよく見ようと思ってしまうから止まるんですね。ああちょっと体が切るところ左に待っていました。ハメド右をついて左、あーっとこれは空振りです。これだけ大振りの空振りしてもバランスは元に戻るんですね。そうですね。左はあまり出しませんけども、この左は怖い。あの猫はどっから投げても立つというんですけど、そういった状況ですよね。あなるほどね、ヒョウ柄つけてますし、猫科のような感じは確かにしてます。ナジムハメド、まあ、私は今年の5月ですね、まあ、あのイギリスマンチェスター行ってこうハメドを偵察に行ったんですけど、ね、まあ、最初身長160って書いてありますが、まあ、あれ自称でしてね、まあ、158ですね。もう小さいのにびっくりしましたけど、正しい。それでまた胴長なんですよね、ところがバネがありますね。これ決してトランクのせいじゃないですよね。割と日本人がホッとするような体型ですよね。まあそうですね。ただその下半身が強いですよ。普通の選手だったらあれだけ反り返ってそのスウェーバックしてですね、体支えられないですよ。あ、これちょっと当たってたんですね。あの何事もなかったような表情をされてしまいますからね。だからハメド攻略法の一つはですね、
かなり軽い捨てパンチですね、はい、空振りされてもいいようなパンチでですね、どん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 手出して相手ハメド姿勢に追い込むことですね。まあまあ避けるのは上手いですから、はい、避けるでしょうけど待つとですねハメドだんだんリズムに乗ってきて、そしてまあ5ラウンド目6ラウンド目だんだん体が温まってですね、はい、どんどんその右アッパーが出てきますね。第7ラウンドに入りました WBO 世界フェザー級のタイトルマッチ、サウスポー同士の対戦です。ここまではハメドがいつものペースで押しています。まあハメドはいつものように自由自在、決してサウスポースタイルにこだわりません。あらゆる角度で、そしてあらゆるスタイル、スイッチももちろんします。形があってないようなものですが、しっかりとそのベースはしっかりしています。今日の試合はですね、今までの試合よりですね、やはり相手が1位なだけにですね、はい、攻撃面では割といい攻撃してますね。右をよく使って、はい、でなおかつハメドの特徴であるその右アッパーをその叩き込むですね、スプリっていうのをやってから減圧させてから打ってますね。今スイッチしますね。あ、スイッチします。右前になっているオーソドックスタイル、ハメドあーっと戻ります。あ、右今日は入っています。丁寧に基本に忠実に、基本というか戦い方忠実にこの1位の挑戦者を迎え撃っています。出ました。ブレイクがかかった時に打ったんじゃないですかね。一回レフェリーが中に入りました。今度は左ストレートを左に持っています。さあ詰めていきます。これ引いてるのか、下がります。あー引き出しました。左アッパーを増やしています。ここだよ、レフェリーが入ってきましたか。マネージャーが入ってきましたからね。セコンドが今手を上げてる、手を上げてるのがマネージャーであるトレーナーのブレンダーイングですね。メガネかけてる人ですね、はい、試合終了です。 TKO になりました。あるいはタオルが投入されていたのかもしれません。あ、とにかくもう勝負あったということです。今レフェリーよりも入ってきたのが早く見られましたね。リカルド・マルドナドマネージャーが入ってきたからね、まあ、いずれにしてもナジーム・ハメドの圧勝であることには変わりがありません。ただバディジョは先方のミスですね。あ、こんなに待って待って、そして相手のペースで試合を進めさせて、はい、そしていいパンチに打ってですね、そこでストップってちょっと不甲斐ないですよね。あ、そうですね、ハメドの強さは認めますけどね。この試合はだけど出来が良かったですよ、ハメドの。はい、はい、非常に今日はハメドのいろいろなスタイルが見られました。見せますよね、ショーマンですよね。そうですね、お客さんやっぱりハメド見に来て面白いでしょうし、テレビの視聴者はハメドボクシング見るとですね、やっぱり楽しいでしょう ね。パンチがあることがやはりすごいですね。フィニッシュのシーン、あ、まあ、ハメドの動きにやっぱり迷惑されるんでしょうね。自分のパンチが当たらないっていう焦りもありますね、はい、相手のパンチは変な角度から強いパンチが飛んできますし、そこで相手がですね自信失うわけですね。もうどうしていいか分からない状態に相手を立ててしまって、そこで仕留める、それがハメドの、まあ、相手を倒すパターンですよね、はい。ちょうど鼻のあそこ何て言いましたか、ブリッジのところでしたっけ。そうですね、ここをねカットしたようです。挑戦者のバディージョン、最初ハメドはですね、日本の専門誌ナシム・ハメドって書いてあったんですね、はい、とかナジーム・ハメド、今もその名前で馴染んだようですね。これ本当の話です。そうですね、ナジーム・ハメド。7ラウンド1分37秒、 TKO 勝ちですね。8度目の防衛に成功です、ナジーム・ハメド。プリンスナジーム・ハメドスーパーに挙げています。
今日は強さを見せつけてくれましたナジームハメド28戦全勝 26KO と変わりました。